はい、どうも。どうも。斉藤です。斉藤です。今日この撮影をしている日なんですが、はい、3月4日水曜日かな、うん、になります。で、今日から楽天スーパーセールっていう楽天市場の大きいセールがあるんですよ。はい、まあ、私たちは楽天に出店している側なので毎回このセールには参加してるんですけど、結構な店舗数が参加してて、お得に買えるんですけど、はい、その中でもさらにお得に買える方法っていうのを紹介しようかなと思ってます。なんでストーン課金。さらにお得に買えるっていうか、楽天のいろんなね、こうキャンペーンをやってるわけですよ。セール半額とかよく CM でやってるじゃないですか。あれももちろん半額なんですけど、あれには裏があったりするので、例えばメーカー商品とかってメーカー小売規模価格っていうのがあるんですよ。だからメーカーで定められてる定価っていうのがあるんですよね。例えば1万円の定価のものを5000円で売ったら半額なわけじゃん。そうするともうこれ半額ですよって言って出してるんですよ、うん、大体は、うん、だけど1万円の定価のものを1万円で通常もう売ってる店舗ってあんまないわけよ、うん、絶対値崩れを起こしてて1万円の定価のものは常に7000円とかで売られてるわけでも、セールになったら5000円にもうちょっと落とすだけで、はい半額ですみたいな言い方になっちゃうのよね、うんうんうん、なのでまあこれがお得かどうかっていうのはちょっと疑問がある部分もあったりするんですよね、うん、確かに、うん、まあうちの商品の中にもメーカー小売希望価格っていうのがあるものもあれば、うん、うちのオリジナルの商品もあったりするんで、うん、メーカー品に関してはね必ずメーカー小売希望価格っていうのが書いてあると思うんですよ、うん、これをね見た方がいいかなと思います。そうですね、そう結構ね値崩れしてないブランドさんもね、うん、今は増えてきて、うん、ブランドの価値を守ろうっていう、ねはい、でも結構ありますよね。そう、うん、それでね、はい、セールをやっていて、うん、その中でどういう風に買い物したらいいかっていうよりはどこのキャンペーンが一番お得になってるのかっていうのを紹介したいと思います。はい、実際にスマホのね画面を見ながらやっていこうと思いますんで、はい、まずねじゃあ楽天を開きます。はい、じゃあこれでね今楽天開いてますけど、はい、うん、もうここにスーパーセールってドーンって出てるんですよ、うん、でよくみんながスーパーセールで検索していくのは普通のねここのキーワード検索から入っていくことが多いんですけど、うんうん、まあ、ここから入っていって半額商品を探すっていうのもいいんですが、一番お得なのはここのこの今出てる左側のね、うん、開始2時間限定 50% オフクーポン、うん、事前配布中ってやつ、うん、これを押すとね店内全品対象最大 50% オフクーポンっていうのをやってるのよ毎回大体2時間だけ。そうスタート2時間限定なんですよ。でスーパーセールは今回だと3月4日の20時スタート、うん、なので20時から22時の間は対象店舗の全部の商品が半額、うん、でセール価格になってる場合はセール価格からさらに半額、おーっていう感じになるので、はい、こういう風に対象店舗がいっぱい出てきます、うん、ただ、まあ、この店舗対象店舗じゃなければ意味がないんだけどね、うんうん、結構洋服とか下着とか、そういうのが多いかなと思うんだけど、あとこれはハンコ日用品の下着、うんうん、あとコスメとかが多いんですけど、うん、まあここにね欲しいものがなければそれまでなんですが、うんうん、ここに参加している店舗さんは10中8区ね赤字だと思うんですよ、この2時間のセール、うん、全品半額だから、うん、オリジナル商品とかを扱っててもメーカー商品扱ってても全部半額にしなきゃいけないんで、スマホとかもあるね、スマホアクセサリー、うん、でうちもねここにね参加してみますかとか言われたことはあるんですけど、うん、もう赤字なんで目いっぱいこれ 50% だもんね。そうそう 50% オフでさらに楽天の手数料とかもあるから、うん、もう 50% じゃ効かないんですよ、送料もあるし。いくらで仕入れればいいんですか。そうそうそう、まあほとんどのね店舗が赤字を切ってこれをやってるんですね、うん、2時間限定で、で、まあ、これをきっかけにお店に入ってきてほしいってことですか。そう、 そういうことです、うん、まあ例えばこれチョコレートとかねバッグとかこういうのもあるけど、まあ、これでクーポンはこちらってあるんでログインしてクーポンをゲットするだけ、うん、
けとして8時を待てばいいんですか、うん、開始を。8時から10時の間に買い物して使うだけという感じですね、クーポンを。はい、うん、お得な買い方。そう、おこう照明もとかもあるよ。おお、半額、うん、欲しいな照明。いいね、いいね、うん、引っ越すしね。ほら家具とか。ほんとだ、家具屋さんもあるね今回は。いいね、あ、ほんとだ、うん、あんまいつもないよね、うんうん、毎回毎回だいたいね年4回スーパーセールやってるんですけど、はい、その回によって参加店舗が違うんですよ、うん、今回はねさっきの家具屋さんとか入ってたけど多分前回はね、うん、なかった気がする。なかった、うん、なぜここまでしてこの店舗さんたちがここに半額で2時間限定半額で出すかっていうそのね謎ですよ。謎、うん、だって赤字だから出しても在庫処分ならかな。でもずっとあったらでも店内全品半額なんだよ。あ、それが無理だからそんなことは無理。この商品は半額とか選べないから。あ、クーポンゲットしたらその商品に使えるんじゃなくて、もう店内の全部の商品。そう、あそこに載ってる画像はあくまでも紹介でしかないんです。そう、店内全品、50%オフ。いやー、まあ、無理だな。先着100名とかね確か。あ、で切れるんだ。そう、あったりする。それは店舗によって100名だったり1000名だったり、うん、上限なしとかあるんだけど、できるんだけど2時間前にもう終わっちゃう可能性もあるんだ。100人が使っちゃう、あるある。5分で終わっちゃう可能性もある。お、人気だと。まあそう、それでも、まあここまでする理由としては、うん、広告なんだよね、うんうんうん、ここに参加することによって、うん、ここのアクセス数がものすごいいっぱいあるのね、うん、このページの 50% オフクーポンっていうページ、うん、今見せた楽天のページのアクセス数がものすごいあるから、うん、それだけでお客さんは集まるんですよ、うん、だから一回赤字を切ってでもそこでねお客さんに初めてのお客さんに買ってもらって、うんうん、リピーターにつなげようっていうのが、一番最終的な目的。だから半額で切った赤字の分を広告費だと思って出してるんですね。そこにその分売れればいいですね、うん、でもまあここは売れますよ。お、うん、売れる。ここに出したことがあるからね。わさっといなくなりますからね商品が。そうなので、はい、まあ、ここでね買うと、まあ、店舗さんは赤字を切ってるわけなんで確実にお得に買えるっていうそういう話です。皆さんもぜひまずここを見る、はい、そう、はい、で今回はね今日当日動画を撮って動画を出そうと思ってるんでもうスーパーセールが始まった後もしくは終わった後にこの動画を見た方は、もう過ぎてんじゃんってなると思うんですけど、うん、スーパーセール大体年4回やってるんですよ、うん、3月6月9月12月大体3、6、9、12のもう大体全部4日から、うん、上旬ね、うん、上旬4日から結構ね、はい、バラバラだったんですけど最近はねずっと揃ってるね。そう、全部4日から始まるね。5と10、うん、がポイントアップデーなんですよね。そう、うん、そこどっちも被してきてるっていう感じかなと。そうそう、だから今回も3月4日の20時から、次はね予想でしかないけど6月4日の20時からな気がするんですけど、はい、うん、そんな感じですね。毎年4回 OT セールがあるわけですよ。じゃあ、うん、L&C のお得な情報はありますか？ L&C のお得な情報はありますよ。セールページを作ってあるので、はい、L&C の楽天のねページに来てもらえたら、はい、セールページは作ってあります。ただ全品半額とかそういうのはやってないです、うちは死んじゃうよでもね、ページは作ってあります。はい、はい、特設ページは作ってあるので、まあ、その中に欲しいね商品があれば、うん、いつもよりはちょっとお得に買えます。おまとめクーポンもそう、まとめクーポンもあります。2個、3個、5個、うん、3種類のまとめ買いクーポンっていうのがあるんで、うん、さらに安くはなります、うん、あとは LINE のねお友達、はい、なっていただいたら 10% オフクーポンも、あ、出てるね、はい、はい、あります。これは全品だよね。全品 10% オフになるから、はい、初回のお買い物をされる方はこれも使えるんで、うん、ぜひ使ってください。はい、そんなところですね、うん、あとはねセール以外にもお得な買い方っていうのはあるんですけど、うん、店舗がねすごく負担してるキャンペーンっていうのはあるんですよ、うん、あのユーザーさんが楽天を見てる場合は裏の話っていうのはわからないでしょ、うん、店舗がこれぐらい負担してますよって多分金額とか言ってくとね怒られちゃうと思うんで、うん、まあ、ただ楽天基本的には広告にはお金がかかってるんで、うん、まあ、どういうページがユーザーさんにとってはお得なページなのかっていうのをねちょっとでも伝えられたらいいかなと思っております。はい、はい、楽天に怒らんないのこれ。わかんない大丈夫じゃん、うん、まあまあいっか。
うん、ダメなら消します、うん、お得な買い方ね、知ってた方が全然、うん、多分ね、マニアックな方もね、いっぱいいるからね、うん、結構ググるとね、うん、スーパーセールの買い回り方とか、うん、お得な時間、最初の2時間とか、うん、まあ、各店舗のクーポンもそうだし、うん、もう事前準備みたいな、うん、出してる方もいっぱいいらっしゃるんで、うん、あとはね、ちょっとね、楽天はね、スーパーセールやりすぎだね。うん、セールしか売れなくなっちゃうからね、うん、なんか年に4回今はやってるんですけど、うん、もうお客さん、ヘビーユーザーのお客さんはもうセールしか買わないよね、そんなんな、うん、やっちゃうと、うん、だから店舗側はそれにね、乗っかっちゃうともうセール時期しか稼げなくなっちゃうんですよ。極力なんかやっぱりブランディングっていう点でうちはあのね、定価でしっかり買ってくれた方にも悪いし、うん、きちんとこう、あんまりセールは普段本当に1ヶ月に何回もセールあるとかはもう基本ない、うん、そう、お祭りだからやりません、うちは一切やりませんってことはないから参加はしてるけども、うん、本当は嫌だよね。嫌だよ、だって利益が半分になっちゃったら、うん、半額にしたら利益半分じゃないからね、 10% とか落としただけで利益って半分ぐらいになるから、うん、そうすると利益が半分になったら売上はいつもの倍売って、うん、いつもと一緒なわけよ、うん、100万円売れてたらセールで200万売ってやっといつもと同じ利益だから、300万とか400万売ってから3倍4倍売ってかないと意味ないわけですよ、うん、セールをやる意味っていうのは店舗側にはないのよ。楽天は手数料商売なんで、いくら安くしてようが手数料を持っていければそれで OK っていう感じなんですよ。だから店舗のね、利益率なんて正直気にしてないんですね。別にその店がきつかろうが、うん、売れりゃいいんですよね。そうそうそう、金額が売れてれば手数料が発生するから、うん、中身は見てないですよね。そうそう、だからそこがね、やっぱり、楽天側と店舗側の意見のね、全く違うところだね、うんうん、あんまりこうね、何でもかんでもあそれもやりますこれもやりますってやってると本当に続かなくなっちゃうから、うん、そう、あのそういったことには参加しませんっていうやり方を取ってるお店もいますしね。はい、はい、という店舗の苦情でした。じゃんじゃん。でも今多いよね、うん、某モールからもセールが嫌で結構有名ブランドさんごそっとで撤退したし、うん、まあかといってね、楽天を辞めるっていう選択肢はないんですけどね。そうです、オフィシャルとかにやっぱ育たないと、うん、あとは自分たちがね、知名度があって出せばね、うん、売れていくっていうことになればいいですけど、まあ、まだまだ頼ってる、はい、頼っちゃいますからね。送料の問題もね、うん、今ちょっと話題ですけど、はい、またねそれはね、はい、今度ちょっと話できたらいいかなと思います。お、はい、お願いします。最悪だよあんなの。最悪だよあんなの、マジで。店舗からしたらふざけんなってなるよみんな。ということでね、はい、今日ねセールが始まりますんで、はいはい、これをね今日見逃した方は、3月4日、今日見逃した方は、次のセールにねまた役に立ってばいいかなと思いますんで、はい、はい、ぜひねうちの店舗のリンクも貼ってありますんで、お願いします。見るだけでも見てくださいね。はい、はい、ということで、はい、こういったね在宅ワーカーの私たちが何か情報を提供できることをトークしていったりしますので、はい、ぜひねチャンネル登録の方もやっていただけたら嬉しいです。はい、はい、あとはねキャンプ、アウトドア、いろんなねそういう遊びもやってますんで、うん、そういう動画もありますんで、ぜひねお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いっぱい楽しんでお買い物してください。俺もちょっとあれ見よう、 50% 見なきゃ、 50% クーポン今のうちにね探しとこう。ゲット家具だな、新居の家具だな。ゲット新居の家具、新しい家の家具探そう。確かにキャンプ用品探そう。